正に入手した患者のキャッシュカードを、医現金計150万円を盗んだとして、名古屋市西区、ある病院の職員の男が逮捕されました。逮捕、れたのは、名古屋市名東区社大に住む、病院職、殿山修平容疑者、40、です。警察によりますと、との容疑者は、今年1月から3月にかけ、勤務する、西区、病院の女性患者、86、 カラフ製に入手したキャッシュカードを使い、現金合わせて150万円を引きで手盗んだ疑いが持たれています。調べに対し、山容疑者は頼まれて下ろしただけと容疑を認しています。一方、女性の口座からは他に身に覚えのない出金があるほか、戸の山容疑者、車からは女性のキャッシュカードをはじめ、人の通帳などが複数見つかっているというとで、 警察は余罪についても詳しく調べています。